九州南部を管轄範囲とする第10管区海上保安本部は、10月25日の定例会見で、本年度内としていたヘリコプター搭載型大型巡視船弓張の収益が、11月30日になると発表した。今回は、海上保安庁の尖閣列島海域の領海警備体制強化について詳しく見ていきましょう。中国海警局の尖閣諸島における活動が徐々に強硬化していること、また、フィリピンでの彼らの行動を考慮すると、日本も、類似の挑発的な態度に直面する可能性があると思われます。石原氏が尖閣を購入していたなら、今日の状況は異なっていたかもしれません。惜しむべきは、予期せぬ事態への対応が不十分だったことです。弓張が所属することになった鹿児島海上保安部には、国内最大の6000トン級巡視船が、全国の海上保安部で、最多の5隻がすでに存在している。船名、弓張は、秋の季語、弓張月を由来とし、海上での波乱を払い、乗組員が一丸となって困難を乗り越えていけるようにとの思いを込めた。弓張月とは、簡単に言えば半月のことであるのだが、半分に欠けた月を鶴が貼られた弓の形になぞらえて、幻月とも呼ばれる。映画、海猿でも、有名な海上保安庁は、救難活動のイメージが未だ強いものの、本来は、海洋警察力として、日本周辺の海を守るのが任務である。例えば、尖閣諸島周辺の海域で、常に中国側と対峙しているのも、海自ではなく海保なのだ。しかし、中国の法整備とともに、着々と増強している中国海警局に対して、海保は、限られた、予算や人員、武器で対抗せねばならず、正直かなり厳しいのが実情であると言ってよいだろう。そこで、海保は、尖閣諸島周辺のパトロールを担当する専属部隊を立ち上げて、石垣島に12隻の巡視船を配備することにした。それでも、中国海警局は、船の数を年々増やすのみならず、大型化と重武装化を進めており、中国海軍の退役軍艦までも編入するといった勢いである。もちろん、日本側も、6500トン級の秋津島や黎明型を相次いで建造したが、これらは予算を圧迫する諸刃の剣でもあるため、もっとコストパフォーマンスに優れた巡視船が望まれた。こうした状況の中で登場したのが、沖縄県尖閣諸島周辺海域の領海警備体制強化などを目的とした巡航型である。これは、同保安部所属の巡航と同型で、排水量6000トン、全長140メートル、全幅 16.5 メートル、定員60名、速力25ノット、時速 46.3km という能力を持ち、40mm 単装機銃 ×1、20mm バルカン機銃 ×2、遠隔放水銃、遠隔監視と小装置、艦載機 EC-225 ヘリ ×2 などを装備し、価格は1隻あたり約170億円となっている。搭載するヘリ、弓輪氏2機は本年度中に収益予定で、山口県下関市の三菱重工業の造船所から引き渡される。この巡航型は、中国海警局の造船に対抗しつつ、尖閣諸島警備と大型巡視船が必要な事案に同時対処できる体制を目指す一環で建造されたようなものだ。秋の弓張月に対して、冬の季語にあたる巡航から名付けられた一番船は、2020年に就役した後、南西諸島方面を担任する鹿児島に配備された。その後、2番線の朝凪、3番線の弓張が建造され、4隻目も予算が下りた状態となっていたわけだ。一見すると、黎明型に似ている反面、巡航型の方が一回り小さく、船体も軍艦構造を採用した黎明型と異なり、コスト面で有利な商船構造に準じているようだ。ここで注意したいのが、商船構造弱いではないという点なのだが、軍艦構造と商船構造は、あくまで規格の違いであって、軍艦構造だから装甲が分厚くて屈強であるとは限りません。国際規格に基づく商船構造であっても、長期航海をする上で、全く問題がなく、比較的安価な商船構造を採用した軍艦は多く存在している。
武装面については、40mm 機銃と 20mm バルカン機銃を搭載しており、黎明型よりも1機少ない状態であるものの、遠隔操作式の放水銃や停戦勧告用の電光掲示板など、洋上で警察力を執行するのに、必要な装備に関しては揃えている。また、警備艇を含む搭載艇の数も、黎明型より2隻少ない計4隻となっているが、これは、全天候型救命艇を割愛したものだと資料する。この全天候型救命艇というのは、外国まで出航する国際航海に必要なものであり、直島と違って、海外派遣を前提とせず、あくまでも日本近海を想定した本線では省かれた形である。それでも、近海での長期活動を想定して、食料などの物資保管スペースは、他の巡視船よりも大きく確保しており、隊員のストレスを減らすための居住区環境も充実させた。そして、災害派遣時には洋上拠点となるため、現地対策本部を設置する区画も設けてある。尖閣諸島周辺への巡視船配置強化は、最優先、かつ緊急の課題あり、中国の海峡局が、海軍の指揮下に入り武装強化、さらに、海上民兵などの存在を考慮するとなると、予算の縛りを度外視してでも造成するべきでしょう。むしろ、大型巡視船の建造だけでなく、米軍の事前集積船のような大型船を取得し、中型、小型巡視船の長期張り付き、警備の母船化をして、乗組員の負担軽減や補給の円滑化を図るべきだと考える。巡航型は、他の巡視船に、水や燃料、電力を供給できるほか、限定的なガラホカ船の乗員を一時休養させる母船機能も与えられており、このあたりは、海上自衛隊の出雲型護衛艦と役割が似ていて、いざという時は、海保版の洋上基地になるのではないでしょうか。現時点で、4隻目までの建造が決定している巡航型だが、高価格である秋津島や黎明型とは違って、コストを抑えながらの量産が見込まれる。黎明型は、海保にとって、四季島や秋津島に次ぐ6500トン級の大型巡視船であり、2020年には、一番船の黎明が就役して以来、計3隻が建造されている。その3隻のうち、黎明と2番船、暁は、鹿児島に、3番船の朝月は石垣島に配備されており、明らかに対中国を意識していることがわかる。もともと、黎明型の建造目的は、尖閣周辺の警備体制を強化させるとともに、大型巡視船の出番となる大きな事件や事故の同時発生時に、しっかり対処するためである。これら3隻の登場によって、海保が運用する6500トン級巡視船は5隻体制となり、ローテーションを考えれば、常時1、2隻の大型巡視船が投入できると資料する。質で対抗できる量に限度があることは歴史が証明済みであり、質、量ともに向上させつつある中国を前に、海保は限られた予算で数を確保しなければいけません。だからこそ、巡航型は能力とコスト面においてバランスの取れた巡視船として期待されているのだ。しかし、相変わらず、尖閣諸島海域では、中国海峡船舶による日本漁船への煽りや威圧が頻繁に行われて、民間人への危険が増しており、さらには、中国調査船による事前協議なき海洋調査など国家主権に関わる事態が起きているため、海上警備能力強化は喫緊の課題であると言っていいでしょう。尖閣列島海域の領海警備体制強化は、国民にとっても良いことであり、特別国家公務員枠の自衛隊だけではなく、日本海や北方海域等の領海警備に海上保安庁の強化予算を増やすべきであると強く訴えたい。防衛費が GDP1% の中、保安庁が GDP0.05% 約2800億円となっているが、その予算では少なすぎるだろう。昨今の中国のサラミ作戦が目に見えて進む中、政治家が何も対応しない、何もできない状況であれば、領海警備体制強化は無意味になる可能性が残念ながらあるということを国民は理解しなければなりません。中国の横暴に手も足も口も出せない政権、政治状況では中国の思うつぼであり、いつの日か勝手に領土を広げられ、
実効支配されていたということにならないようにしてもらいたい。